旧制中等学校、新生高校のナンバースクールの一覧は、旧制中等学校と新生高校の中で公明に数字を冠した学校の一覧。定義の概要、詳細については、ナンバースクールを参照。旧制から新生への一般的な移行状況は、となっている。ただし、一旦廃校後に、旧校の伝統を受け継ぐ形で再校された学校についてはではなく、 で表現した。なお、この一覧で扱う対象は、旧正中等学校、新生高等学校のみ。新生中学などの義務教育家庭学校に至っては、もはや全国に無数にあり、またそれらは、旧正中等学校、新生高校の場合以上に設立順での機械的な命名に追うところが多く、旧正中等学校や新生高校における、 本来的なナンバースクールという意味合いのものはほとんど、皆無に等しい。したがって、私立などの併設中学も含めて、この一覧では扱わない。また、旧正中等学校、新生高校についても、必ずしも公明に数字を冠したすべての学校が、本来的な意味でのナンバースクールの対象に該当していない学校もあるが、補助資料の意味合いも含めて、 透明に数字を冠したものについてはすべて、記述対象にしている。旧正中等学校、新正高校のナンバースクールは、旧正高等学校の場合と異なり、対象となる学校が明確に限定されているわけではなく、旧正高等学校のナンバースクールの存在によって、それらへの憧れ的な思いを投影した形でその、相性が用いられたものであり。 当該学校が所持する周辺の学区、都道府県などの範囲に限定でルーフしている、教育環境文化、地域文化になる。このように対象校の明確な定義、線引きが事実上不可能であるため、当一覧は本来的な意味でのナンバースクール対象校を定義、限定する目的のものではなく、単に公明に数字を冠した学校名の一覧であることに注意。 ナンバースクール以外の旧正中等学校全般から、新生高校への変遷については、旧正中等教育学校の一覧を参照のこと。一覧では、下記のように略称で表記する。一覧中の略称例なお、近似名称との誤解を避けるための部分には、略称を用いる記載は行わない。また、設立時の正式、旧字表記ではなく、 現在の常用漢字に基づき表記する。日本、北海道、青森県、岩手県、宮城県、仙台市内のナンバースクールの詳細については、ナンバースクールも参照のこと。旧正中学、高所新生高校、秋田県、山形県、福島県、茨城県、茨城県では、旧正中学校を第一高等学校、高等女学校を第二高等学校に解消し、 日本国内で最も多くのナンバースクールが減損する。ただし統合によりナンバースクールは減少しつつある。栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、東京不設立の普通化中等教育機関を全身に持つ伝統校、いわゆる都立ナンバースクール46校についてはナンバースクールの項目を参照のこと。また、東京施設立の7校も同様。その他、 実業学校系、定時制は、下記3章。神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県。 鹿児島県沖縄県中沖縄県の旧成功は1945年の主権喪失によりすべて一旦廃校となっており、現存する後進校は戦後の米軍施政下において高知などを同じくして再校された新成高校を母体としている。台湾台北州台中州台南州高尾州関東州朝鮮軽軌道中西北道継承。 南道平安南道私立校においては、数字を冠した校名でも、旧制時代からの由来を引き継いだものは、極めて奨例で、そういう意味からも戦後の申請移行後に、かつてのナンバースクールのイメージを狙って命名したものが多いが、複数の系列校がある場合やエッしかない、場合でも通常は、ナンバースクールという扱いはしない。同一の学校法人やグループ法人内において、 ナンバー制の系列校と地名性の系列校が混在する場合のみ、ごく稀に内部関係者の間で〇〇のナンバースクールなどという場合がある。北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県。 静岡県は愛知県、岐阜県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県。ありがとうございます。